だから何度言えば。何を言っている。や、気をつけて。いや、どうも。服は乾きましたか？はい、ありがとうございました。いえいえ、よかったです。副船長の小田さん、何かひどく悩んでいるみたい。仕事の悩みですか？仕事も少し関係しているかもしれませんね。実は好きな人がいましてね、思いを打ち明けるかどうか迷っているんです。その人はこの船に乗っているんですが、港に着いたらもう会うことはないと思うんです。仕事に対してひたむきですごく頑張っていて、それを見ているうちに力になりたい、支えたいと思うようになりました。その好きな人って。その好きな人って深澤博士ですか？そうです。あの人のことを思うと胸が苦しくなるんです。これは深澤博士に無理を言って取ってもらったものです。港に着くまでに彼女に
僕の気持ちを伝えようと思っているんですが、それで深沢博士を煩わせて仕事の邪魔をしたくありませんし、告白して断られでもしたら港に着くまで気まずいじゃないですか。だから告白できないでいるんです。そうだ、もしよかったら深沢博士にそれとなく僕の印象を聞いてきてくれませんか。深沢博士も僕のことを悪く思っていないようなら告白したいと思います。変なこと頼んですみませんが、お願いします。いや、あら、どうも。風邪はひいてませんか？はい、大丈夫です。大抵の影はまだ動きがないみたい。船の燃料もそんなにないらしいから、調査もそろそろ時間切れかも。ああ、もっと融通の利く船長が良かったわ。と言っても、もともと予定していた調査のデータは集まってるから、感謝しなきゃ。大学に戻ったら論文を書いてすぐ次の調査の準備もしないと。ああ、それと、あ、ごめんなさい、私仕事の話ばっかりしてるわね。海の生き物が好きなんですね。うん、大好きだけど、それだけが理由じゃないかな。私の場合、意地もあるかな。認めてもらいたいとか、見返してやりたいとか。私、20代で海外の大学で教授になったの。30の時に帰国して、そのまま国内の大学でも研究を続けているんだけど、周りの先生は40代とか50代の経験豊富な方ばかりで、私は子供扱い。だから実績で見返したくてね。今は研究一筋よ。そういえば友達にもずいぶん会ってないな。海外で研究員をしている時に結婚してたんだけど、私も忙しくしてたし、相手もビジネス第一の人でね、すれ違いが多くなってすぐに別れちゃった。それで余計に仕事ばっかりになったのかな。ま、後悔はしてないけどね。ところで、副船長の小田さんってどんな方ですか？小田さん？そうね、真面目で丁寧で、よく気がつく人ね。あとは、ちょっと心配性なところもあるかもね。私は彼のこと結構好きよ。小田さんがどうかしたの？いえ、なんでもないです。
なるほどね。